セントリフュージモジュールセントリフュージ実験モジュールは国際宇宙ステーションの構成要素として計画されたがキャンセルされた実験施設である。実験のために重力を制御する能力を提供する予定だった。なお、セントリフュージとは遠心分離器を指す普通名詞だが日本語でこのモジュールを呼ぶ際は固有名詞的にセントリフュージと呼ぶのが一般的である。 セントリフュージは JAXA の希望を NASA が無償で打ち上げる対価として JAXA で開発された。セントリフュージは ISS のハーモニーの店長側に設置される予定で、セントリフュージのフライトモデルと遠心分離キローターの開発モデルが製造された。主な製造者は三菱重工業である。しかし2005年 ISS の費用超過とスペースシャトルの 飛行スケジュールの問題から、居住モジュールや X-38 乗員、機関機とともに、キャンセルされた。セントリフュージの船体は、希望の船外実験室とほぼ同じ形状、寸法である。ただし、端部には、船外実験プラットフォームや、ロボットアーム、エアロックなどは設置されておらず、行き止まりの壁になっている。また、側面に、 船内保管室を取り付ける共通結合機構もなく、多目的補給モジュールに似たシンプルな構造であった。つくば宇宙センターに展示されている、セントリフュージ現在、セントリフュージは、つくば宇宙センターの屋外に展示されている。NASA は、セントリフュージの開発と打ち上げを中止したが、これまでの開発成果をもって JAXA との契約を完了し、 対価である希望の無償打ち上げは予定通り行われることになった。本来、セントリフュージが設置される予定だったハーモニーの天頂側結合部は希望船内保管室の仮設置に使われただけで他の高級的モジュールの設置予定はない。スペースシャトルの多目的補給モジュールをハーモニーの下部結合部に接続するミッション時に宇宙ステーション補給機が ハーモニーの下部結合部に結合している場合、場所が競合するため一時的な対比用として使用する構想はあったが、実現する予定はなかった。だが2011年2月、コウノトリ2号の結合中に、スペースシャトルディスカバリー号もドッキングする予定となったため、一度コウノトリを、天頂側結合部に移動、その間に、ディスカバリーのカーゴペイの、PMM レオナルドを、 所定の位置に結合した。ありがとうございます。